はい、いつもありがとうございます。パーソナルベイクで YM さんですね。はい、サファイアを1つね。よいしょ。ちょっと発送は明日になります。先ほど梱包終わって出荷してちょっとあったかくなっちゃって 動き回った。ちょっと上着は脱がさせていただきました。はい、よいしょ。でもしまあ追加ございましたら明日また言っていただければと思います。はい、じゃあ行きます。ルキは別にしておきます。はい、横型4枚とも横型だった。横型の数人ルーキーいる。あ、クラーク。はい。あ、オレンジかな。あ、ハイナンバーのオレンジだ。うん、ペレグリーニさんですね。よいしょ。25の10だ。2000年生まれのアルゼンチン。守備、あ、ミッドフィルダーか。代表を目指して頑張ってもらいたいですね。もう代表かもしれないですけど。アーロンソンね、アーロンソンとクラーク両方来ました。はい、ベースの方出ないかな。ペレアさんで、トーレスも来ました。でシリアルまた、はい、誰だ。あ、はい、ニーマンさんなんですよね、多分ね。ニャン吉くんですね、はい、両方、RC なしのハイナンバー。まあ若手でしょうけど、いっぱい出るな。トーレスだ。ハイナンバーがいっぱい出ます。ハイナンバーが人気あればないいんですよね。最近ハイナンバーより純粋なベースの方がね、人気出てるんで、ちょっと2000年代と変わってきてますね。うん、はい、あ、ゴールド、オレンジ出てゴールドだ。誰だ。お、アロンソンさん。おー、はい、アロンソンのゴールド来ました。うん、2003年生まれだ。ニュージャージー8番、8番目指して頑張って。ミッドフィルダーだもんね。8番いいよね。はい、ゴールド来ました。はい、すごいね。25、50、99。これでなんか来ないかな。ペピ来ないかな。アルティドーレでした。はい、これインサートですね。はい、頼みました。いや、良かったっすね。若手のパラレル、3枚とも若手のパラレルってやつですね。まあ、ちょっと RC か、ペピみたいにね、あれですけど、まあ、正直な話、ファーストサファイアですから、去年の RC ぐらいの選手だったら、もう全然ファーストに値するカードになると思いますね。セカンドイヤーぐらいのカードだったら。で、あと他もね、トーレスとアーロンソン。あ、クラークも出てんだ。あ、すごいね。ハイナンバーだけど全然ありだね。うん。あ、これすごいね。若手祭りじゃないですか。うん、はい。サインは出ませんでしたが、もう十分ぐらい RC 絡みが出たかな。じゃあ右お客様参加をします。ワン、ツー、スリー、10のワンペア、ワン、ツー、スリー、お、7のワンペアね。店長敗北でございます。黒マグホじゃあ一つね、お付けしてお送りします。はい、ありがとうございました。